はい、皆さんこんにちは、ワンダルケルフィッシュです。では今回はザンスリースピリッツ続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、ミノ斎藤道さんを最終的には越中まで追い込んで、鉄砲で撃ち取りました。で、今回はその続きですね。このゲームの多分仕様だと思うんですけど、本願寺、現、皇居寺勢力はですね、一揆が起きると、その一揆が起きた国が、本願寺皇居寺の勢力圏内に組み込まれてしまうという仕様になっているようなので、これがとても邪魔くさいです。武将が討ち死にしてはリセット、一揆が起きてはリセットっていう形でちょっとリセットゲー化してきているので、ここはですね、一気に上洛戦を敢行して本願寺皇居寺勢力を一掃していきたいというふうに思っています。でですね、その手始めとして今回はですね、まず野と加賀、ここから越前に進行、若狭を経由して、京都に行くというルートをね、上洛ルートに使っていきたいと思っています。では早速プレイの方していきましょう。まずですね、まあ、いつもの通りというわけではないんですが、内政ですね、この辺り一通り開墾はしておきます。直に効果がなかったですけど、兵力に響いてきますからね。あと商業投資もね、やっておきます。効果がない、効果がないのが一番残念だな。で、いよいよここからなんですが、軍を編成、富山がね、むちゃくちゃ強いです、兵質が。では信長、秀吉、勝家、利家、そして刑事、秀高、この4人をね、ごめんなさい、6人を使っていきます。で、なんと鉄砲をですね、60揃えました。なので、信長と秀吉が鉄砲を使って、残り4人で人肉、肉の壁となって防いでもらいます、敵を。これで進行していきます。まずは加賀、ここから攻め入りましょうかね。まあ確かに大国である本願寺なんですけど、この勢力相手でもこの鉄砲隊があれば戦える、まあ、そういう風に見てます。では進行していきます。もう士気がだって20とかからね、始まっていた尾張の弱兵に比べるとだいぶ強いですね。編成も自分で行っていきましょう。まあ、信長、秀吉は鉄砲の数分ですね、30、30でいきましょう。鉄砲もだからね、3段とは言わないまでも2段で撃てるという3段ですね結果的に3段になりましたけど、20、20でいこうかな。これ鉄砲でちょっと確認してみたいのは、仮になんですけど、鉄砲の数を減らして、ああダメだね、減らないですね。鉄砲の数が最低でも兵士の数必要ですね。なんで鉄砲60揃えたら60の兵が必要だし、30で割ったら30の兵が必要という計算ですね。なので先に秀吉を30、30で鉄砲割り振った方がいいな。ただ 30×30 の鉄砲台だと大抵の敵は一撃死できるんじゃないかな。そうすると勝家はじめ、どうだろう、22、3ってところですかね。肉の壁たちが持ってくれるかどうか、20そこそこで。鉄砲の数はこれ以上増やせないな、そうなると。では出陣です。一旦は全軍突撃でもいいかなという気はしますが、敵の位置も分からないのでね、慎重に歩みを進めましょう。秀吉はここですね。敵は
今ちらりと見えましたね。肉の壁たちには前進をしてもらいましょう。まだ敵でね、鉄砲を使ってくる人がいないんですよね。不思議なことに鉄砲の有用性は尾張の弱兵でも三河や美濃の強兵たちと渡り合えるというところからしてもう実証されているので、敵もね、もうバンバン鉄砲を使ってきてもおかしくないのかなという気はするんですけどね。ここにいるのが兵士53か、まともにはぶつかりたくないですよね。では少し前進していきます。まあ、1回攻撃を受けるのはある意味では致し方なしっていう割り切りも大事そうですね。本当はね、ノーダメージで敵を一方的に鉄砲で狙撃して終わりにしたいんですけど、そうはなかなかいかないですね。籠城されたりするとね、それはそれでまたとても厄介だったりすると思うんですけど、敵の大将が出陣してきているのであれば鉄砲で狙撃していきます。撃ってこない。ではこちらから鉄砲を撃つ。距離が届かない。距離届かないか。秀吉の鉄砲は届くよね。当たるね、さすがよ。では信長をちょっと前に出しましょう。信長の鉄砲の射程が届いていないので、ちなみに敵は式46、我々と大して変わらないですね。まあ、この式の高さがそのまま、うわ雨か、ここで雨か。21でいけるもんね。これが今までとね大きく、違うところかなという感じがしますけど、一応攻撃を浴びせておきましょう。いや強くなったのはこれ誰？ああ前田慶次、さすがだな。一応信長秀吉は守りたいので肉の壁を形成します。雨が止んでくれないとね鉄砲が活かせないですからね。まだ雨か。これは秀隆か。そしたら刑事と秀隆を攻撃しましょう。勝家がなんか思ったより手こずってるな。利家と勝家を交換するっていう手もありですね。まあ、ただここは普通に攻撃を加えていきましょう。さすがの刑事だな。ノーダメで敵に攻撃を与えてくれるなんて今までになかったことですからね。これはこのまま敵を追い込んでいきましょう。すげえ、すごい嬉しくなるな。尾張の弱兵では考えられない強さを発揮してくれている。では鉄砲で仕留めていく。もはや鉄砲の餌食になるのを待つばかりですね。敵は16削りますからね。これ打ち取ったり、これで加賀が我々のものになりましたね。で、能登はどうなっている？確認しましょう。兵数249 249か。兵質も60、士気も70、高いな。こいつらとまともにぶつかるのかしんどいな。一条谷にも兵108、ただこの能登は切っても切り離せないというか避けては通れないですよね。ここに兵をこんだけ残された状態で先に進むのは危険ですね。よって信長は一度解散しましょう。ここでちなみに
式70、兵質70、加賀も強いですね。で、石高44あるので、ここでごっそり兵を巻き取りましょう。それで能登決戦へと向かいます。では一度ここでね、軍団を解散しておきます。はい、ではですね、まあ、強国能登へ攻め込んでいこうと思います。まあ、ここもですね、強力な武将、それに加えて鉄砲60丁で出陣していきましょう。まあ、信長、秀吉、勝家、利家、刑事、それに秀高、まあ、この6人がほぼ固定メンバーですかね。もうこの6人であれば、まあ、ある程度敵が来てもですね、士気の高い、兵質の高い、地域で徴収した軍団であれば十分に対応できるかなというふうに思ってます。ここで一気にね、能登、越前、若狭ぐらいまで進めたら嬉しいかな。一気に行きましょう。ここは信長出陣、通商移動で能登へ進行。士気がちょっと下がってますね。30、台まで落ちてるかなという感じはしましたけど、ここも編成準備でします。信長、秀吉は30、30がマストなので、それ以外は均等に肉の壁になってもらいます。まあ、さっきよりね、兵力自体は50ぐらい増やしてはいるので、全員30ぐらいでちょうどいいかなと思います。では編成していきます。ではまず雨からですね。敵も兵200ぐらいが入ってたと思うんで、あまりね、雨が降ってるタイミングというのもあるので、気張らずにゆっくり進みましょう。今信長動かしましたね。これ利家です。先に秀吉を動かしましょう。まあ、信長と場所を近くして移動します。で、利家ですね。これが利家は肉の壁となり、最前線に行ってもらいましょう。槍の又左衛門。これが勝家、権六ですね。麒麟が来るだと権六は誰がやってるんだろうな。で、これが秀高。ここは織田家の猛将たちばかり集めてますからね、名のある武将ばかり。これが刑事ですね。これでね、前田利貴って読むみたいですね。勉強不足で恥ずかしいんですけど、これは初めて知りました。これが、まあ、通り名でいうところの前田刑事になります。前田刑事はね、この織田家中、さっさ成政が死んだ後、一番武力の高い、そういう位置づけの武将になってます。13だったかな。成政もね、確か13だったと思うんですけど、この2人、まあ、今はもう成政は死んでいないんですけど、最強の武力を誇る戦争向きの武将ということですね。雨がちょうど止んでくれれば、このあとね、いきなり鉄砲を打ちかけていけるので、タイミングとしてはバッチリですね。信長、秀吉、この2人を前に出していきます。雨が止んでくれればこっちのもんだ。よし、雨が止んだ。敵はいない。籠城か、まさかの籠城か。めんどくさいことしてくれんな。そうなるともう全体突撃でいいか。落ちる気がしないな。囲んでいくしかないのかな。ではちょっとこのままね、敵が出陣してこないようであれば囲んでいきましょう。はい、これで能登七尾城を攻略しました。士気をゼロまで削りましたね。まあ、士気を削ってゼロにするか、兵力をゼロまで削って、陥落させるか。まあ、今回は士気をゼロまで削りました。200人以上、まあ、桁数はね、
0を2つ後ろにつけた方がしっくりくるかなと思うんですが、2万人からなる七尾城を攻略しましたね。では信長一度ここで解散して、この後は越前、若狭、この辺りに進行していきたいと思います。岡崎で一気合成してしまってセーブをしていなかったので岡崎が取られてしまった状態になりましたね。いや、セーブはこまめにするべきだったな。まあ、ちょっと残念なんですが、七尾城を取りに行くのもちょっとまた面倒なので、岡崎は一旦皇居寺に預けておいて裏で岡崎城を奪還して、かつですね、越前若狭もね取り返しておきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回は、越前に侵攻し三河も取り返した後ですね、京に侵攻する上洛戦をお届けしていきたいかなというふうに思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。